音楽にはドラマがある男と女が織り成すドラマと音楽のタペストリードラマって無ジカ 緊張するな私何回トイレに行ってんだろう1時半かもうそろそろ前の披露宴が終わる頃かなその後は私たちの出番だよああトジオまたトイレに行きたくなってきたあれトッシー聞こえないより聞こえないよりトッシー,ー何仕方してんのよ お、お、お、っッキー何よ気づいてたくせになんでそんなよそよそしいのよなんだよ知り合いと思われたくないのんでよスピーチだよスピーチああよかったでしょバカウケだったじゃいや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 高山サイドドン引きだよ当日の雰囲気を見てどっちのパターンでいくか決めるとか言ってさなんであっちのスピーチしちゃうかなえ だって行ける気がしたからさ行けない行けない行けないどう見ても真面目に行くべきところだったろうあれそうシェイプサイドは受けてたわよ知らないよそんなの大体まあ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 年、まあ、そうカリカリしなさんなあそうそうそろそろ新婦の手紙の時間なんじゃないかなクライマックスよ披露宴に来てトイレに行ってたから聞き逃しましたじゃあ期待にないからねほら行くよ 何か元気な女の人だな,なだ男の人引きずられてっちゃったよあいけない控室戻らなきゃカナコどこ行ってたの山脇さんがずっと探してたよああごめんトイレ <laughs> また大丈夫もう緊張しちゃってそんなに緊張することないって大丈夫だから あ、山脇さんがな、お色直しの時の何かがなんとかって言ってたよ。何かがなんとかって、一個もヒントないじゃん。<laughs> 本当だよな。ごめん、ちゃんと聞いてなかった。でも、またここに来るって言ってたから。わかった。あ、今ね、ロビーのとこにすっごいテンション高い女の子がいたの。へえ、酔っ払っていい調子になってんだろいや、酔っ払ってる感じではなかったんだけど。 ロビー走ってて、男の人にショルダーアタックしてた。それ完全に酔っ払いのすることでしょう。<laughs> 男の人がちょっとトシ君に雰囲気が似ててさ。俺にそう。で、その男の人が相当困っててさ、<laughs> なんかおかしかった。<laughs> そっか。それで、少しは緊張が解けた。若干ね。じゃあ、そのハイテンションの人に感謝しなきゃな。<laughs> 本当だね。 はい失礼しますあ山脇さんすいませんさっきはい,いえ全然大丈夫ですよ今よろしいですかあはいかなこ様の二度私とトシ君は今日結婚する午前中に婚姻届を提出してきたから今日から私は江川かなこではなく牧村かな子だ 自分の名字を牧村って名乗るのはなんだか照れ臭いけど、大丈夫。トシ君と生きる覚悟はできてるから。今日のトシ君はいつもよりずっと男らしく見える。生まれてくれて、出会ってくれて、好きになってくれて、ありがとう。トシ君と恋をして、私少しは強くなったんだよ。 守ってもらうだけの愛じゃなく、としくんを守りたい。そう思えるようになったんだから。それでは、係の者が扉を開けたら、まず、としひさ様がお一人でご入場ください。はい。その後、かなこ様とお父様が並んでご入場という形になります。はい。かなこ、大丈夫 あんま大丈夫じゃないかも。目が泳いでるよ。緊張しすぎて目玉が飛び出して落っこちそう。<laughs> それ言うなら口から心臓が飛び出しそうじゃないえあそうだっけあはははは。その調子なら大丈夫そうだな。それでは、そろそろですので、としひささま、扉の前にお願いします。あ、はいはい。